2.11 ダイヤモンドリングで大事件発生。宮原滝沢が新生ブードゥーマーダーズ入りを宣言。その2週間後、宮原はコスチュームを変え登場。ブードゥー入り後初勝利を挙げた。いいか、俺たちが新生ブードゥーマーダーズ、滝沢大志と宮原健太だよ。おい、ノアよ、おい、わけわからんやつ当ててんじゃねえぞ。おい、俺たちがな、これからノアをもっと盛り上げてってやるよ。もっとかき回してやるよ。よく見とけよ。おい、第2試合、ブードゥーマーダーズ VS ブラバドブラザーズ、宮原健と滝沢大志組対ランス、ハーレム、ブラバドブラザーズ。第2試合、ブードゥーマーダーズ対ブラバドブラザーズ、新生ブードゥーマーダーズの進行を止められるか。ハーレムは会見で、宮原、滝沢の態度は気に入らない、僕らがノアの敷居を守る、そう話しました。ノアに憧れ留学を熱望した男たちだからこそ譲れないものがある。ブラバドブラザーズ、新生ブードゥーマーダーズに対してどのような戦いを見せるのか、今姿を現しました。ブラバドブラザーズ、今指を指した兄ランス・ブラバド、額にガージを当てていますが、これは昨日春日部大会でマイバッハ谷口に机に額をぶつけられて、そして流血してしまったもの。さあ、ブラバドブラザーズ入場しました。今リングイン、華麗なロープワークから体を合わせて絆を確かめ合います。こちらハーレムブラバド、そしてこちらがランスブラバド。ブラバドブラザーズ、ダイヤモンドリングよさようなら。宮原健人、新生ブードゥーマーダーズ入り。1ヶ月前、猿の魔の手に導かれ健介ファミリーを離れた宮原、そして共にブードゥーマーダーズ入りを決めたのが滝沢大志。宮原は2週間前からコスチュームを変えました。赤のロングタイツから黒のロングタイツへ、あと新生ブードゥーマーダーズ、これは一人で入場、先に入場したのは滝沢大志。滝沢大志もコスチュームを変更しています。今までのブルーのパンツから赤のパンツへ、滝沢大志の決意の表れか。そして遅れて入場は宮原健人、余裕の表情。新生ブードゥーマーダーズ入りして何か捨て身せさを表すようになった宮原、余裕のリングイン。ブラバドブラザーズ、物足りない相手、そう話した2人、今リングインです。滝沢大志はブルーのパンツから赤と黒のパンツに変えました。そして宮原は2週間前から赤いロングタイツから黒のロングタイツ、中途半端な気持ちではない、そういった決意の表れでしょうか。先に出てくるのは兄のランス・ブラバドと宮原です。今ゴングが鳴りました。新生ブードゥーマーダーズ、宮原健人、滝沢大志組対ランス・ブラバド、ハーレム・ブラバド組、ゴングが鳴りました。中央組み合った、バックを取ったのは宮原、すぐさまランスがねじり返す腕を取ってリング中央、これは巧みに腕を取ります。ランス、
ブラバドブラザーズ、やや後ろ髪が長髪なのがランス・ブラバドお兄さんです。そして弟がハーレム・ブラバド。今リング上は兄のランス・ブラバド、今弟のハーレムとタッチを交わしました。入ってきて早速2人で攻撃するか、あーっとこれはガメドロップキック、胸板へのドロップキック、カバーに入る、あーっとここはタックルで押し込んでいく。そして入ってきました滝沢大志、190cm 98kg、 日本人離れした体格。デビューは2006年11月、2011年夏からは長期の海外遠征に出発。アメリカのプロレス団体 WWE とデベロップメント契約を結び、2軍にあたる FCW で修行を積みました。日本には去年の夏に復帰、復帰戦となった海援隊道場の海洋トーナメントでは優勝を飾るなど将来が期待されている選手です。あーっとこれは長身から拳を振り下ろしていく、おっとハーレムはランストーンをタッチして、タックの成熟度、あーっとコアエルボー、タックの成熟度という意味ではやはりこちらブラバドブラザーズの方が成熟しています。宮原と滝沢は以前にタックを組んだことはありますが、この新生ブードゥーとしては初めての作戦となります。逆水平、そこからキック、やはり190センチの滝沢と186センチの宮原、この2人のタックは迫力があります。ロープに飛ばしてエルボー、強烈なエルボー、ディドロップ下ろして、ギロチンドロップを見せましたが、そのままフェイスロックに入るか、リング中央、あとハーレムは会場を盛り上げます。あとこれはキックで返した。これに宮原激高したか、キックで押さえつけていく、あっとそのまま顔面踏みじっていく。ブードゥーマーダーズ入りしましたが、決して悪いことがしたいわけじゃない、ブードゥーマーダーズを完全に認めたわけではないし、染まるつもりはないと宮原は宣言しています。あくまで中島そして佐々木健介を超えるため、トップになるためにこのブードゥーマーダーズを利用する、そう話した宮原。そしてリング上は滝沢大志、ランスを中央に戻して、滝沢ノアマット初参戦は2011年第5回日テレジータ祭、今回はその時以来の参戦となります。滝沢大志190センチ98キロ、この逆水平は強烈、余裕の表情で宮原とタッチ、悠々とリングイン。一方のランスはダメージがあるか、ロープに捕まりながら起き上がろうとしていますが、すかさずキック、ハーレムから何か声がかかったランスへ、そのまま飛んでエルボー、ランニングエルボー串刺し式、そのままカバーに入る、カウント2、しかし一方的に攻め立てていくのは新生ブードゥー、そのままあっと顔面を押さえて、そして滝沢が入ってきた、滝沢はハーレムをリングに入れないように周りを見合っています。さあランサー苦しい体勢、プッシュアップしてロープまで届くか、あっと中央に戻される、ランス苦悶の表情、そして宮原、一方の宮原余裕の表情でプッシュアップ、今ロープにたどり着きました。ランス・ブラバド、兄のランス・ブラバド、なんとかロープ、今5分が経過しました。宮原滝沢はこの今回の対戦相手ブラバドブラザーズについて
物足りない、印象もないし、すぐに終わらせる、試合を見ていれば分かりますよ、そう話しました。おっとコアランス、滝沢を場外に飛ばして DDT。 さあハーレムが会場を盛り立てる。そしてランスはここでハーレムとタッチしました。ハーレムが入ってきます。エルボー逆水平、あっとエルボースマッシュ、宮原が勝ち上げた。ロープ枠から画面キック、これは強烈、滝沢思わず入ってきましたが投げ返した。逆にハーレム2人を仕留めました。そしてニュートラルコーナー、トップロープに登ったハーレム、何を見せるのか、飛んでいきました、カバーに入る、カウント2、体ごと浴びせていったハーレム、もう一度会場へ。そしてエルボーのパッドを飛ばして飛んでいった、エルボー、ワンモアタイム、そう宣言して対角線上宮原を飛ばす、飛んでいた、ここは画面キック、宮原現役、そうはさせません。ランスが入ってきた、担ぎ上げてそこに画面キック、 DDT 落とした、コンビプレー、カバーに入る、決まるか、カウント2。あとランスは今口が切れていますね、場外、やはり先ほどのダメージがあるか、ランスブラバド口を切っています。さあ担ぎ上げた、落とした、膝をストマックに、そこには滝沢がトップロープで待っていた、飛んだフットストップ、カバーに入る、ツーで返しました。そして画面キック、あっとランスブラバド場外へ、あ逆水平パチンということ、そしてチョップ張り手をした、飛んでいった、担ぎ上げて落とした、高飛車カバーに入る、決まるか、担ぎ上げてそのまま落としましたが、これは決まりません。ブレンバスターの体勢、腕をねじって、おっと丸め込んでいったのはハーレム、これは返しました、2逆水平、あっとやはり滝沢の逆水平威力があります。ロープに飛んでエルボー、そこから側頭部へ、滝沢、今度はブレンバスター、ブレンバスター、決まった、決まりました、その赤間に入る、ランスカバー間に合うか、ランスがなんとか間に合った、滝沢はランスを場外へ、そこに待ち構えていたのは宮原、あと手中へ、場外では宮原がランスを手中へぶつけました。リング中央、ハーレムは一人一人でこの新生ブードゥーマーダーズを相手にしています。あっと同時のトラースキック、あっと倒された、カバーに入る、決まるか、ツーで返した、しかし苦しいか、ハーレム場外ではランスがリングに戻ることはできません。飛ばされて2人で持ち上げて、何を見せる、落としていった、コンビプレーを見せました。ブラバドブラザーズに負けないコンビプレー、持ち上げて画面落とした、滝沢そのままカバーに入る、決まるか、決まった、あっとゴングの後も宮原はランスブラバドを決着にぶつけました。最後は滝沢、190cm、98kg の体格を生かしてハーレムブラバドをマットに叩きつけました。そして宮原はすぐに戻っていきます。そして滝沢も立ち名乗りを受けることなくすぐさま引き上げていきます。これは相手が物足りないという意思表示でしょうか。新生ブードゥーとなってから一度も勝ち名乗りを受けていない宮原、もっと強い相手をそう欲しているかのようなこの行動。9分40秒、片エビ固めで宮原滝沢が勝利しています。ブラバドブラザーズ
新生ブードゥーマーダーズの進行を止めることはできませんでした。しかし気持ちの入ったファイト、ノアマットを熱望し、今年1月に再来日を果たした2人ですが、ここは新生ブードゥーに敗れています。今引き上げていきます。ランスは昨日期待を切り大流血をしましたが、その中でも果敢なファイト見せました。